ましょう。はい。このスタジアムを訪れてベイスターズの試合を見ると、ゲームを見るということで、いろんな意味で新しい体験をしていただいて、それがその恋人同士で、家族で、職場の同僚で、いろんな人たちのつながりを生む、そしてその方々の個人史とか家族の家族史、生活史という中にベイスターズとかハマスタでの体験というのが刻み込まれるというようなことをやっぱりやりたいということで言うと、コミュニティボールパークというのはそういうその様々なコミュニケーション、出会いが起こる場として、閉じたもう野球やるための場所ですということではなく、さまざまなその方々それぞれの人生にとって、生活にとって、家族にとって意味のある、なんかこう足跡を残せるというか、このベイスターズでの体験とともに家族の体験があるとかですね、いうような場にしたいなということですね。そしてそのスタジアムをある意味、都市の機能の中心として、中核として、この横浜の街全体がにぎわいを作っていくっていうのは、新たな文化の形成にもつながるということになると思います。